白木です。よーしよーしよーし、てんやわんやですよ。いや、ね、この時期忙しい、忙しい、まったく誰だこんな忙しいな。うぅなんすかね、こんちゃんね、ほんとだよ。さあ、ということで始まりました、はい、どうもどうも、石でございます。この番組は、ニーボリメソードの今、それは犬涙、はい、ニーボリ学園音楽部による楽しいバラエティーとなっております。お相手は私、顧問のトムとマネージャーのマハラジャマハラサトとヒラブイ山岡達也でお届けしております。さあ、山岡くん、はい、いよいよだな。いよいよです、うん、いよいよだな、しげたさん。いよいよだな、ついにいよいよ始まるな。そう、あれがあれが始まるな。何、しげたさん、しげたさん、違う、マハラジャマハラサト。何、え、何の話、何の話じゃん。何があんの、あさって、あさって、あさって、何があんの、あさって言ってみて。あさっては日曜日、ピコへ。どうでしょう、決まりましたよ。そうでしょう、全集ラブですよ。そうです、つい10月10日金曜日に、はい、B グループ公演の東京公演が行われまして、はい、無事ね、そう、いやー、一時はどうだかどうだか大成功だぞ。いや、ほんとそう、大成功、あれ、あれやばかった、拍手すごいですよ、すごかったよね、もうわーってね、わーキャーですよ。3人ごめんしょ、3人ごめんしょまであったけど、日本人だよ、そう、でもでもね、俺ね、あれ振り終わってバンキャーって言われた、初めてだよ、あれすごかったですよね、あれびっくりした。本当に来てくれた方は分かると思うんですけど、本当にあったね、いやびっくりしました。いやいや、そういうわけじゃなくて、本当に、うん、びっくりしちゃった、すごいでしょ、そんな話も誰が叫んだのか分かんないよね、ってすごい、そんな中でね、彼山岡君はギター飛んでソロですよ、ソリスト、映像でね、すごい、もうね、アンケートに書いてあった、山岡神アーメン、アーメン、アーメン、神って書いてあった、すごかった、やばいよ、すごいだけどね、今回ね、藤沢公演ですよ、はい、あさって、はい、オーケストラスタジオで行われる藤沢公演、そう、ホームグラウンドですからね、ホームグラウンドだからね、グループのホームグラウンド、これも気合いの入り方が違うってわけですよ、ね、ちょっと宣伝しよう、じゃあ、はい、ということで10月の26日日曜日、なんと2回公演を行います、イエーイ。で、このあの一部ですね、1時からの始まり1部ですけども、残念ながら完売いたしました、完売だってよ、完売です。それから2部は少しだけ合わせて、少しだけ合わせて、若干もう、あの、来たい方はぜひすぐにご連絡をお願いします。いやいやいや、今4時半からの開演です。いやいやいや、いや、もう全員がもう全力を尽くして、それこそ燃えるヒロ様となって演奏しますので、ぜひ見に来てください。山田君、これね、打ち合わせしてなかったんだけど、はい、俺今今回の B 公演のサブタイトル考えてて、はい、あ、そうなんだ、打ち合わせしてなかったんだけど、はいはい、なんと偶然にも火の玉ジャパンなんです。すごーい、やっぱりもう、そう、今びっくりした、今聞いてやっぱつながってるわ、つながってる、火の玉ジャパン、もう火の玉のように、本当に今言った通り、そう、言った通り、もうそういう感じ、ファイアボール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 、私たちもファイアボール、ファイアボール、そんな感じですよ。なので、はい、ぜひともね、我々のこの熱い火の玉を、火の玉を、火の玉を全身で感じていただきたい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、今回は第3弾ですな、第3弾です、いよいよ外国シリーズ第3弾、はい、これ結構楽しいですよね、いや楽しい、楽しい、もう毎回やりたいわ、毎回やりたい。さあ、今回はどこに行ってきたんですか。今回は香港に、香港今大変だよね、今大変ですね、ねえ、大変だけど、はい、あ、その時は大変じゃなかった、その時は全然、あ、よかった、そしたらテレビ見てると、あ、ここ通ったなあれなんか見覚えあるぞ、ここすごいところが出たりしました。でも本当にね、いいところなんですよ、やっぱりそれだけ、あんだけ全部怒るぐらい人も熱いっていう、熱いよね、明らかに、はい、学生だもんな、あれ全部な、そうそうそう、すごいよね。そんな香港の一部をちょっと、はい、今は紹介させていただきたいと思います。よっしゃ、行っちゃおうか、今日もじゃあ写真で行くかね、はい、写真で行きますよ、はい。